私は朝起きてから、まあ、食事をして、まあ、かなり慌ただしいその朝を過ごすんですけれども、えー、通勤時間2時間あるんですね。それはとても長いんですけれど、私にはとっても大事な時間で、ここでいろんなことを考えます。で、いろんなことというのは、その1日のことは、まあ大体今の状況だとあのスケジュールされているので、えー、今日の会議、 それから、ミーティングをどういうふうに、あの、アレンジしていくかというようなことも、そこの2時間の間に考えたりして、で、それが準備ですね。で、その後、オフィスに入ってから、研究所に入ってからは、かなり、こう、ふん、あの、時間単位で、えー、マネジメントが入ります。で、それは、あのー、 研究所の中の私たちのセンターのー様々なあその研究の進捗状況を話し合ったりとかっていうのが大体午前中にありまして、で、その後、午後はですね、えー、研究者の人たちとのディスカッションが、あの、主なものですね。で、その後、夕方、まあ、私にとってはですから、あ午前中はどちらかというとお、業務みたいな感じで、 え、なんですけれど、午後からは、まあ、なんか、もっと楽しみなっていうか、あの、エキサイティングな時間で、それが終わると、おどっちかというと、まあ、ディスカッションを続けたり、あるいは、一日の終わりを締めくくったりということで、その後は、あいろんな方とお、今はとても少なくなりましたけれども、いろんな方と、あの、飲みに行くっていうのが、あ私の若い時の典型的な一日だったと思います。